さあ、それでは126巻やっていこうと思います。126号ですね。西部警察 RS1 RS1 は終わりました。スーパー Z をねやっていこうと思います。で、今回は何やるのと言いますと、燃料ポンプとブレーキワイヤーの取り付けとなっておりますので、やっていこうと思います。で、こう燃料ポンプの組み立てと取り付けというふうになっております。で、やってこう、中身はこんな感じですね。126号、結構今回細かいですね、パーツが。よいしょ。ではこういっでをまた鍋さんのどうでもいい話をね聞かされながら見ていくコーナーとなっております。いやー、実はね、もう127号も届いてるんですよ。ただ私が荷物を届いていることに全然気づいていなくて何だろうね、なんか今こんなこと言うのもねあれですけど、忙しくて気にしてなかった。126-1、なんだろう、このポンプみたいな、とりあえずこいつは使うのは分かったけど、これとこれかな、あ、これだね。全然気づいてなくて、なんかもうバタ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 してたからさ、ここにこうやってつけるよと。だけどこれは接着剤をつけてくださいねというふうになってるので、 ABS 用の接着剤、あったったったね、いただいたやつがあるので、これで使っていこう。ふよ、忙しい。まあね、本当なんかね、忙しい自慢とかってあんま好きじゃないんだけどさ、忙しくて全然なんかいろんなことに気を紛ら配れなかった。やべえ。で、今ねパソコンをなんとかまで立ち上げ切ったんだけど、それはそれで今度さ、あれなんですよ、もう机の上がぐっちゃぐちゃになっちゃって、またこれこう見てのこういう風につくのか、一応ここにね向きがこういう風にしか入らないよっていう風になってるんで、そのようにつけましょう。机の上を片付けながら、もともとあったパソコンのところも片付けながらみたいなのとかさ、なんかいろいろやってたらもうガッチャガチャ、よろしくないね、なんでかわかる？日頃から綺麗にしてないからだよ。知ってます、分かってます、分かってるんですけれど、これどうやってつけるの？こういう風につけるの？へー、あー、はい、ついた、ついた、これでいいのか。へー、変わった感じにつくんだな、これ、まあ、これも接着剤でつけろとなっております。このタミヤの ABS 用のやつなんですけど、塗ってすぐにね、なんかこう変化が現れるのよ。こう溶けやすいようになってんのかな、すぐね塗ったところから変化がある。で、これが乾燥するとピチッとくっつくんだろうね。よし、こんな感じか。細かい。燃料ポンプの組み立てと取り付けってなってるから、燃料ポンプこんなんなんだ。で、これを、忙しいっていうのもさ、あれなんだよね、まあいつも言うけどさ、時間の使い方が下手くそっていうのもあるんだけど、まあ時間の使い方が下手くそなんですよ。あとね、だらけてる、多分だらけてる。もっとこうテキパキとね動かないとダメだね。人一倍なんかね、こうやってやってるんだからさ、それなりにやっぱりちょっとこうその辺もしっかり考えて動かないと、時間なんか有限なんで。だって休みはゆっくりしたいんだもんって。ゆっくりしすぎなんだよ。すごいね、こんなところにさ、こういうネジの六角頭のやつのさ、こういうディテールとかちゃんとつけたりしてさ、すっげえ細けえの。これはね、ファンの方からすればたまらないしね、キットなんだろうね。え？
いいのか。よっこいしょ、こういう感じか。これどうやってつくんだろう。これでいいのかな、合ってんのかな、わかんねえな。でこれをこれはっぽい、やばい、くしゃみ出そう。ごめんなさいね。これがまあ燃料タンクなのは分かってる。これのここの足がこうあるということはこうか、こう見てのここにつくよと。どこにつくんだろうこれ。つき方が分かんない。一回こうやって当ててみてからね。こうか、こうか、入った、こうだ。おお、なるほど。いやー最近っていうかまあ一気に冷えたよね。なんかびっくりだわ。もう体調管理皆さん気をつけてくださいね。もういきなりさ冷え昼と夜の温度差が激しすぎる。やっぱりね激しくてさ、まあ、体壊しそうだわ。皆さん本当気をつけてね。これくっついてるのかな、いいかな。でもなんかね、もう10月っていうのもあって早いもんだね。1年、ああ1年経ったと思ってたらもうまた1年経ったになっちゃうわ。ほんとそれは年も食うて。これこっちか、これか、これどっちなんだろうな。似てんだよな、長い方と短い方があるから。ちょっとちゃんと説明書を見て、11を使う、11は短い、長い方だね。こっちを使うよと。で15、どれ、これかな。こんなんどこにつく、違うな、これじゃないな。いやなんかパーツが細かすぎて分かりづらい。15はこれの、違う、これか、これのこう見てのこっちか、こっちを使うよと。ピッと、この前でもう夜、窓開けて寝てたら寒ってなったからさ、とりあえずこのままここを通すんだ。通しておいてので、126の7、どれそれ、これのまたこれか、こっちだね。こう見てのこう向きになるからこれか。なんか一日中出かけようとかいうふうに思うと、そういう風とかね、そういったものが心配になってくるね。これも一応この形がに切ってあるんだ。こういうふうに切り欠きがあるから、こう見てこうでこう入る方向にしか入らないよ。こうで合ってんのかな。でこれも接着剤で止めろとなっているので、接着剤でしっかり止めておこう。向きをね間違えることはないと思うけど、
ホース関係のやつって、まあプラモデル作っててもそうだけど結構間違えたりするからさ。あれ入らない、はい入らないよ、合ってんのか、向き的に見ると合ってんだけど、まあこれでいいか。で168番のパーツ、今切ったパーツのこれか。こう向きにつけるだけど、これ大丈夫かな、つけちゃって、あ逆だ、こっち向きだ、危ない危ない。こう向きにして、え、いやなんか俺間違ってる気がするんだけど、こう見てのこうつくよ、あ取れちゃった、え、あつい入った入った、あ合ってる合ってる合ってる、あなるほど、こういう感じになるわけね。これ今間違えて取れちゃったから付け直す、こうか、ん、うん、こう向きか、いやちょっとどんくさいな。でこれに、わわわわ、ここわかんねえ、これここにこう来るわけか。でこれがこう来て、ここの穴にこうくっつく、ここかな、こっちかな、わかんねえ、これここのブレーキワイヤーこれにくっつくんだ、え、ちょっとこれ無理じゃね、入りそう、入りそうで入らない、この穴に入れるんだろうけど、こういう感じか、これむ、分かればなんてことないんだけど、ここは接着剤で止めない、ここは接着剤で止める、だからここは塗るよと。これ ABS の接着剤の匂いちょっと苦手だな、分からん、今の気分の問題かもしれないけど、むず、こうやって入れる、ここをこう斜めな感じにする、でしまった、しまった、一回取る、もう一回塗り直す、こいつも塗っておかないといけない、で先にこういう感じか、入れてのこいつも入れる、いやマジでむずいよと、あ入った、なんか今クッて入った感じがした、こういうこと、この穴を合わせて、でこいつができればここにこうやって行きたいんだ、こういう感じで、あーなるほどね、綺麗になるようになってんだね、おーすごっ、
あーほらすごい綺麗、ちゃんと攻略できたら、うん、ちゃんとこうなった、いいね、素晴らしい。よし、ちょっとこいつをね、ひっくり返してやるので、反対側もね、ちょっと一旦カメラ止めますね。はい、ということで両側こちらもですねできましたので、次はまた別物ですね、やっていきますか。んー、どれ使うんだ、はい、これに対してここにワイヤーが2本入ってるんですよ。これを針金を巻きつけてスプリング状にする、同じ要領でもう1箇所、へー、だそうです。むずこれできるかな、なんか同じぐらいの径の細いものでやってからつけた方がいいような気がするけどな。ね、これはちょっと難しいぞ。針金をぐるぐる巻くだけっていう言い方もあるけど、ああ、なんとかなんとか。最初のスタートが綺麗に曲げれれば、あとはこうやってなじませていけばいいだから、いいだけだから、いいだからってなんで、いいだけだから。あれ、それが難しい。なんかいい感じにはなってるけど、あんまり変な力入れて今度ね、キットを痛めてしまうとよろしくないので。ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いや、できた。じゃじゃーん。だけどなんか、最初と最後だけこうピンピンって出ちゃうから、これだけうまく収めたいな。爪でクイってやったらいけるかな。あ、いけた、いけた。そうだ、ごめんなさいね。全日本模型ホビーショーの編集がまだ終わってなくて。パソコンの直しとなんかその辺とかなんか兼ね合いで全然できてなくてさ、早くやりたいんだけどできない。結局声を別撮りしないといけないっていうのもあったからという言い訳を、よっ、よいしょ、これ動画2回に分けりゃよかったかなって思っちゃうな。しまったら、せめてこれだけやってから再開すればよかった。あー、でもできた、できた。慣れるとなんてことないな。くる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 回しながら、曲げながら回しながら、あ、やべ、重なった。よしよしよし、できた、できた、できた。あ、よっ、よし、 OK、 できたよ。ほら、なんか思った以上に綺麗にできたね。なんかちょっとびっくり、俺絶対こんなうまくいくと思わなかった。よし、でここから付属されていたパーツにいろいろつけていくよと。これとこれをこうして、これをあれ、なんかこう溶けてる、溶けてる。これはきれいにした方がいいのかな、それとも逆に取っちゃかんやつなのか。いや、取らないとつけない。よし、綺麗になった。
なんか細かすぎて。こうか、こうつくわけね。なんか最近のプラモデルらしくプラモデルを作ってないという感じがするな。なんか別のことをばっかやってるような。そうでもないか。よし、できた。で、これをもうちょっとで完成なんだか。これをこれにどこにつける？この部分の今のこれとこれの部分か。ちょっとカメラもうちょっと上、この辺、これとこれこうね、なってるからの、これさ、ちょっと情報が足りない。これにこれ通さないといけないんだ。こういうこと？え？え？これここにこうやって来ないといけないんじゃないの？これこういう感じで。これをだから外すんだ一回、これこうやって。で、これを入れて、こういう状態になって、合ってるよね。合ってない。こういう、あ、これ違うのか。いや、違うんだ。これ通さないんだ。取っちゃいけなかった。ここの R にこういうふうに入るんだ。こういうふうに乗っかるんだ。そういうこと。あーむず、あーあーあー、鍋さんパニックこれはちょいと難しいな。あ、そうだった、動画撮らんとかもあった、忘れてた。ふと思い出しちゃった。怒られちゃう。よし、こうしてこういう状態になるだね。これがワイヤーのあれね。あ、ワイヤーのところによくチューブでなんかボコボコってしてたやつあるわ。それか。で、これをここに入れるんだね。こうやって。で、これも、あ、だこれ接着剤止めた。うん、やっぱそうだね。接着剤で止めろ的になってるね。おお、細かいね、今回の。何このディテールの細かさ。こうやって入れて、こっち側も入れて、これをね、こういうふうにこっち側を入れてあげないといけない。うわーうわわわー、あー収まった。で、これをなんだこのディテールの細かさは。で、これをここにつけるよと。これ後でよかったやん。ちょっとつけすぎたかな。よし、オッケー、できたよ。ほら、すげえ時間かかっちゃったよ、すんません。ということでね、今回こんな感じでございます。
これで、燃料ポンプの組み立てと、今燃料ポンプを、ね、組み立てました、ブレーキワイヤー両方ですね左右やってで、それのね締めるところですね元の部分ですねをやったような感じになりました。いやこれはでもね今こう完成して見た目的に見ると意味がわからんけどバッと見るとねやっぱりねディテールの細かさこう精密度っていうの、まあ、情報量ですねが多くて非常にいいかなと思います。あこれでもかっこいいねやっぱ違うな。うん良いね。これちょっと外れてね。あ外れてない。この辺大丈夫ね大丈夫ね。この辺ちょっとでも後で取れてこないか心配だな。これもう一回接着剤でまあ後でちょっとつけとこう。まあでもとりあえずこんな感じになりました。いかがでしょうか。こうね精密度が非常に詰まってていいような感じがします。で最後につけるこれを忘れていました。これねあでもこれはなんか接着剤で止めるっていう感じにはなってないのでこれちょっと気をつけないといけないな。これなくすかもしれない最悪の場合ね。気をつけないといけない。このこっち側かここにこうとこっち側かな分からんけどこう通すみたいな風になってる。これちょっとやめとこう。これマスキングテープでこうやってつけとこうかな。こうやって忘れるからね。うん、通すだけだからこう持ち運んでる間に取れてなんかどうにかなっちゃうかもしれない。よしということでね今日はこの辺にさせてもらおうと思います。次回はもうね手元に届いてるのでまた時が来ましたらねやっていこうと思いますので、ね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。